元気してた？元気だったよ。なんかすごい不思議なんだけど。そうだよね。実際今こうやってさ、ベビーが生まれてどんな感じ？楽しいよ毎日、うん、なんか結構すごい育児大変だよとか寝れないよとかすごい言われてたんだけど、意外と平気。もう泣いててもなんかこうその子がこう泣いてる理由を探してるのが楽しい、うん、ああこれで泣いてたんだとか、なんか日々私も勉強、この子も成長しながら勉強してると思うんだけど、うん、私もすごい成長してる感じ。なるほどね。楽しいよ。ビビが生まれてからさ、うん、スキンケアとかって変わった？変わった変わった。すごいやっぱ乾燥するのね、母乳あげてると、うん、だからすっごい乾燥するなっていうか、保湿すっごいするようになった。今まで以上にしないと結構やば。粉服みたいな。粉服本当に、いやでも本当になんかすごい、こんなに自分にとって大切なものって人生でできるんだと思うぐらい。子供ができて子供中心になるなんて自分の人生の中で絶対考えられないことだったけど、こんなに自分に母性があったんだっていうぐらい自分が犠牲になれてる。全然、しかもそれが全然ストレスじゃなくて、むしろ幸せ。でもなんか楽しみだよね、うん、未来が。ねえ、楽しみ。どんな子になるのか。うん、もし反抗期とか来たら？考えられない。そうですよね。クソババアとか言われて。もう泣いちゃう。あん泣きだよね。まあでも、どんな子になろうが、なんかこう、芯のある子ではいてほしいけどね。なんかこう、もちろん仕事もそうだし、大学とかも、まあ大学行ってもいいかなって、どっちでもいいし、正直。働いてもいいし、何してもいいんだけど。なんかこう、自分がやることに対して、こう常にこう、芯がしっかり持ってて、ここがいい。あと、女性に絶対優しい子になってほしい。メキタン、お風呂とか好き？お風呂大好きだよ。いつもね、泡立ててやったみたいな。好きなの、こう、泡で遊んだりとか。あと、多分本人気持ちいいみたいで。うん、この赤いはさ、なんかその、赤ちゃんから安心して使えるように作ってあるから。そうだよね。いや、本当にやっぱこの子に触れるものって、すごくなんか、もう気になるから、やっぱこう、刺激がないもので、無添加でっていうのを大切にしてる。ね、大好きだよね、同じ。大好きだって。こうやってアンテがママになることによって見てる方とかも、私そのままになりたいとか、アンテみたいなママになりたいなっていう子がいっぱいいると思うの、うん、あとは今妊娠してる子だったりとか、うん、出産を控えてる子で不安な子とかもいっぱいいると思うから、なんかね、多分もっと自由に子育てしていいんだと思う、うん、なんかきっとこうやっぱ妊娠中の子とかって特にこうやっぱインターネットいろんなこと見てこういう風に育てないと、うん、なんかそういう情報をあまり入れすぎちゃうと、うん、こうじゃなきゃいけないってなっちゃって、それができなかった時にすごい自分にプレッシャーかかるんだよね。特にお母さんって情報ってね、いいも悪くも多すぎちゃうから、うん、別にそこに自分が縛られてることもないし、それは自分にお母さんにとっても子供にとっても良くないことだと思うから、もう2人で解決して、2人が楽しく2人が楽な方でやればいいの。絶対楽するのが一番。そうだね。楽してハッピーが一番。そう、楽してハッピーが一番。何かあったら旦那に頼れ。そうだね。洗顔にしてもやっぱりこの明かりはもう楽だから。そうだ